電気とか出会う。でも電気はそもそもガッサー、ガッサー行ってみます。ちょっとこれ本当に勝負です。決勝で急に左サイドにディマリア使うみたいな。ちょっとこれ勝負。だってこれエフィーとか引いたらおしまいだもん。すべてが。うわエフィーではなかったけど。近しいやつが来た。近しいやつが。近しいやつ来とるやん。しかもタスキが最短で戻ってきたか、これ。とりあえず奉仕は入るんですけど、起きるのがいつになるかだな。これトリルされるまであるしな。さあどうしようかな、こっからよし。一回シャドボ入った。吹雪よりシャドボだよな、どうせタスキなんだし。ロナウド頼む、ロナウド。起きなきゃ OK。まあドリルしてくるよな。トリルがでも意外と悪くない可能性があるんですよね。いやでもターン消化できないな。思念多分1回でも食らったらスイ君圏内入っちゃうもんな。だからやるとしたらここで殴って突破しに行く方がいいと思いますと思うけどな。トリルが残るな。逆にだからこれでもしね、マンダとかねが来れば、スイ君が上から吹雪っていうあるね。それにしよう。そうする、そうすることにしました。ウドハン耐える。これ救助だと終わるからやめてね。だって絶対耐える、絶対耐えるよ。22よし頼むぞスイ君。珍しく早くあれ遅い！DL か？プレッシャー。トリルがぶっ刺さった。これが嫌だったんですよね。あ、これは終わったかも。起きちゃいけないことが起きちゃいました。これだから倒しちゃいけなかったんですよね。負けたな。え、マジで負けたと思う。これが嫌だったのよな。倒してから考えようぜ。これがあるからダメだったんですよね。ガッサプテラができればいいけど、その時にサイコキじゃなくてレイビだったら大変ことが。いやもう完全ランダムだな、正直これ。3分の1を引くか。どれだ。いやこれマジむずいな。プテラを出したいな。プテラ出す。いやでも10万打たれてんのかな。3分の1。サイコキトラータ、サイコキトラータ、サイコキトラータ、よし。しかもそんなによしでもないっていうね、結局。ただとりあえず終わんなかった。まだ終わんない。よしで10万か霊美じゃないですか。ここってスイ君出し毒ですよね。 50% で霊美なんだから。その場合はスイ君でトリルが枯れるから2体残る。いや、ここもめっちゃ大事。オッケー。スイ君で、レイビ多分耐えるから、スイ君で枯れるんですよ。ただ10万来るとプテラも死ぬ。ってことですよね。それでオッケーだね。だからレイビと10万。レイビを引こう。ロナウド。ロナウド、レイビ来い！ロナウドにレイビを！頼む、本当に！レイビ！来てくれ！かーで、まあ、一応ガッサから入り毒ですかね。サイコキ打ってくれる可能性がない。その場合は、あの、プテラでエッジ急所があるから、まあ、一応、それやるべきですよね。ここ、レイビかサイコキになると思うんで、一応、プテラのエッジ急所のルートが残るんで、まあ、やるべきですか。まあ、レイビ来たらどうせ同じだしね。で、いいでしょう。合ってるよね。一応サイコキで。一応サイコキ、キボンヌ。お、まあ、でっていうなんですけどね。いや、じゃあ、レイビの方を引いてほしかったな。
そう、これで一応プテラの急所が残った。エッジ急所いきまーす。ナムさん急所急所マジで急所、ここで急所救え、救ってくれ、届けー光線。ノーマル、エスパー、草以外さあ誰勝てるやつ、奇跡的に勝てるやつ、ラグナージうがずるすぎる。しかも特殊回放射でおしまいですね。さらばだ。いやひでえ、特殊は何もできない。くっそー、いやトリルが強すぎたなマジで。あなたほんと一旦寝てくれるだけで多分勝ってたのにな。ツバメ打てるんだもんなこっちは。いやほんと眠りターンが3ターン目で起きたもんな。もう一ターンだけ寝てくれたら多分超余裕だったのに。